キャメロット学院の頂点を決める戦い。僕は必ず勝つ。この子ならきっと世界一の飛ばし屋になりねー。これよりキャメロット杯を開催します。これがアメリカ校トップの実力が。パーフェクト。クエスター、去年のキャメロット杯優勝者、イギリス校エーストリスタン。頂点を極めることだけが俺のゴルフだ。彼は120ヤードの支配者よ。俺の負けだ。強い、強すぎる。自分の心に打ち勝つことができなければ試合には勝てん。思いっきりぶちかましな、ガウェイン。かっ飛ばせ。感情さえも追い越して放ったボールが。俺は俺、おめえはおめえだっぺ。僕は強いやつを求め、そして勝つためにここへ来た。俺がクラブを握るのは自分自身の誇りのためだ。みんな自分の思いをゴルフに乗っけて戦ってんだ。全神経を研ぎ澄ませ、読み尽くすんだ。奴らにも確実に何かが見えている。ギフトの持ち主である可能性があります。いっけー。ここで決着をつけよう。互いのプライドをかけて勝負だ。お前と俺自身と。誰よりもまっすぐ道具にかっ飛ばして、この試合勝ってやんだ。瞬間入るって分かった。本来あるべき力が目を覚ましたか。